昭和33年から、昭和46年まで、石綿工場における健康被害を防止する対策を国が怠ったと最高裁判所が判断をしたことにつきまして、極めて重く受け止め、国の責任が認められた皆様方に対して心よりお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。もう国の責任が認められた皆様方に対して改めてお詫びを申し上げますとともに、審理が差し戻された第一人訴訟について裁判所の関与の下で早期の和解成立を目指してまいる所存でございます。母は30年近く石綿の病気で苦しみました。平成24年2月に亡くなりました。最後まで私を石綿工場に連れて行ったことを悔やみ、体を心配してくれていました。母にも今日の大臣の謝罪の言葉を聞かせてあげたかったと思います。救済されることを夢見亡くなった原告は14名にも上っております。また闘病中の原告も病状の悪化に苦しんでいます。私たちはくじけそうになりながら互いに励まし合い、支え合いながら裁判に取り込んできました。それは赤面の危険性を知らないまま家族のために一生懸命働く中で病気になり死んでいった悔しさを裁判所に分かってもらい、国の責任を明らかにしたかったからです。ぜひ大臣にはこの私たちの悔しさ、無念の思いを分かっていただきたいと思います。いろいろな解決に向けての一つとしてそういう問題をもう言葉をいただいて嬉しかったです。本当水難の方の亡くなった原告も14名おりますが、それ以外にも今現在病気で苦しんでる原告も多いので、とても嬉しかったです。両親に報告したとしても私が救済されてないので、親は私のために裁判に参加してくれたりとかしてたので複雑ではないかなとは思います。